める。あたいともちまるが YouTube を卒業する前にみんなに伝えたいことがあるから少しだけお話しさせてね。最後まで見てくれたら嬉しいな。とある日の TikTok 配信だったり Instagram の DM にみんなそれぞれの悩みがあって辛く感じてしまっていて、でもあたいともちまるを見たら元気になった。明日からまた頑張れる。そう言ってくれる方から DM をいただくことがあるの。みんなにまた明日から頑張ろう、今日しんどかったけど元気出たって思ってもらえて、その方たちの救いになれたことが本当に嬉しいの。みんな、あたいともちまると次のことを約束してくれるかな。一つ目は、頑張りすぎず休むことも大切にすること。二つ目は、辛い気持ちを一人で抱え込まないこと。信頼できる人にお話してもいいし、周りに話しづらいなと思ったらもちまるのインスタグラムの DM に送ってくれてもいいからね。3つ目は、今日1日頑張って生きていた自分を褒めてあげること。泣いてても笑ってても怒っててもその日1日生きていただけでとってもすごいことなんだよ。最後に、もし元気出ないなって思ったらマイペースなもちまると破壊神でおてんばなあたいメルの動画を見て少しでも元気になってくれたら何よりです。皆さんにたくさんの幸せが訪れますように。もちまるとメルハイツだってみんなの味方です。